印刷会社ではなくてコンサルティング会社に勤務をしていたんですね。コンサルティング会社の中で、企業のコスト削減ですねもういろいろやらせていただいていて、いろんなコストを、賃料光熱費とか見る中で印刷が一番その削減率の高い非効率な業界だということに、気づいて、でこういう業界だからこそ変わりようが大きいんじゃないのかなと、業界この業界で起業したいっていう、この業界を変えていきたいっていうそのビジョンがあって、業界を選択して起業したと。でその時の、ツールとしてまだインターネットがそんなに進んでないような業界だったからこそインターネットを用いて何かをしたら変わるんじゃないのかっていうところで、ネットを使った事業を展開し始めたっていうそういう流れですね。やっぱり特別な業界だから、なかなかその変えられないっていうそういうような反応を、すごいたくさんいただきました。 e コマースの事業を始めた最初の月 のテストで始めたんですけど、売上に対して実績が8万円だったんですね。月商8万円からのスタートだったんで、これはまずいなとか、他にもなかなかそのいい組織が作れなくて、時間がかかったりとか、たくさんあります。何か特別なことをしたかっていうと、何もしてなくてですね、ちゃんと、いいサイトを作っていい商品を揃えてお客様にご購入いただけるような体制を作って当たり前のことを当たり前にやるっていうそれだけですね。e コマースを始めたというところでいくと別の事業というより、基本的には同じ事業でサービスの幅を広げたという認識なんですね。比較サイトだとどうしてもその印刷会社さんの質の違いをコミュニケーション取ることってなかなか難しくて、頼んでみたはいいものの、いやこんなひどい印刷会社でっていうクレームが来たりとか、逆に印刷会社さんからも、お客さん来たのはいいんだけど、売上最後お金支払ってもらえなかったよとか、やっぱり自社でお客様と直接コミュニケーションを取って品質の高い商品を届けていく必要があるなというところで、e コマースサイトに進化していったと、そういう流れです。ちょうど2月でお客様は10万社を超えるところまで来まして、印刷を、効率的に安く早く便利にお届けするとそういうようなインフラである一方で、この中小企業の販促活動をもっともっとインターネットを使ってそのテクノロジーを融合させることによって効率的に行うことができないかと、印刷をするためのデザインを、自分たちで作るよりもはるかに効率のいいものを提供するとか、印刷をした後のその配布の活動ですね、ここをもっと手軽にできるようにするとか、中小企業の集客支援プラットフォームになっていこうというところで、今事業を強化しております。我々やっていきたいのがまさに仕組みを変えれば世界がもっと良くなると、仕組みを変えることで、新しいこれまでできなかった何かができるようになっていくとか、ラクスルがあるから、世の中は便利になったなと、なくなったら本当に困るなこの会社っていうような会社になっていきたいなと思っております。ネットをやるからこそリアルを大切に、事業を展開していくと、非常に規模の1桁2桁、違う事業になっていくと思いますので、ぜひスタートアップこれからされる方は、大切にしていくといいんじゃないのかなというふうに思います。